したいっていうんですが、ちょっと時間もあるようなんで、よろしくございましょうか。はい、それでは、はい、先生、この町の FM 三三キララというコミュニティラジオ局のパーソナリティの藤沢というんですが、はい、先生の歌声を聞いて、こんなにの、たくさんの方が、駆けつけてくれましたよ。ありがたいですね、本当に。本当に、皆さんありがとうございます。男性も女性もすごくこう見入っていらっしゃるんですけれども、ちゃんと聞こえてますかね。届いていると思います。皆さん聞こえてますよね。温かい拍手、嬉しいですね。先生の歌声っていうのは皆さん聞いたことあるものなんですかね。その歌声だったり演奏っていうのは、多くの方の前で先生ってこう今まで披露されたりすることってあるんですか。そうですね、この復活住吉祭りは初めてなんですけども、はい、ギーンズというね、仲間のギーンと、作った、バンドがありましてですね、はい、骨髄バンクの、ね、支援をずっと曲を作ってやったりとか、まあ、非常に地味に活動しております。時々演奏やったりしてるんですね。林先生自身はこういった演奏っていうのも長年やってこられているんですか。大学時代とかですか。そうですね、最初に出演したのがね、中学校3年の時に、その時もエレキギターか何か。その時エレキギター禁止だったんです。あ、そうだったの。エレキは不良だった。不良だった。ありゃ、そうですね。で、長髪で、はい、いい時代になりました。はい、そうですね。いや、本当エレキ弾く人は不良だって言われてます。そんなことはないでしょう。だからね、フォークギターにこうやってつけてね、後ろでアンプ隠したりして中学校の時やってましたもんね。じゃ、中学の時にその音楽との出会いがあったわけですね。そうですね、その時がバンドは初めてで、はい、それからもうずっと高校大学社会人を続けてこられて、そして2ヶ月前に先ほどセッション、はい、かっこよかったですね。森田さんと出会ったってお聞きしたんですけれども、衝撃ですね。衝撃ですね。森林組合誕生の誕生の日です。はい、組合員組合員
2ヶ月前その森田さんと出会った瞬間っていかがでしたか、思いっていうのは。びっくりしましたね、こんなにギターも上手でね、はい、かつなんていうんですか、もうやりたい歌みんな一緒なんですよ。そうですね、こんなのありましたよねとかすぐできてるね、本当に。あの時は確か3時間13曲やりましたよね。はい、もうね、はい、声もバレました、はい、バレました、はい、今日ちょっと残念ながら13曲までは聞けないんですが、はい、あとありますんで、はい、そろそろこのぐらいで、はい、よろしいですか。はい、お願いします。なかなか先生と話すことないんで。嬉しかったです、先生ありがとうございます、はい、それでは3曲目、はい、3曲目もビートルズで、今度はジョン・レノンが、作曲をした歌でございますが、私も国会へおりますとね、なかなか楽しいことをばかりでもなくて、トランプさんがこうなったとか、北朝鮮でいろんなことやってるとかですね、ありますんで、そういう思いの歌を歌ってみたいと思いまして、Don't Let Me Down というですね、日本語に翻訳しますと、俺をがっかりさせないでくれ、まあ、そういう歌なんですね。本当はこれ恋愛の歌なんですけども、最近これを歌うとなんかいろんな、この面倒くさいことがスッと消えてなくなるというですね、ストレス解消の歌でございます。それでは、ビートルズの Don't Let Me Down を聴いてください。Nobody ever loved me like she does. Oh, she does. Yes, she does. And if somebody loved me like she does, oh, she would. Yes, she does.ありがとうございました。それでは先生は今度は
エレキからキーボードの方、今度は先生はのキーボードの方に回られます。この間にちょっとメンバー紹介させていただきます。キーボード田中聡子、ベース水田剛、ツヤシ、ドラムス平原隆二、そして森林組合の森の方ね、森田栄一郎ギター、よっ。そして最後にこのここのリーダーでもあります森林組合のリーダー、そして日本のリーダー林義正。はい、それではあの今から林先生のオリジナル曲、ちょっと先生説明がありましたら、はい、先ほど言ったちょっとギーンズで、いつもやっている歌なんですが、東京卒業という歌であります。私はあの隣の下関の高校の出身なんですが、30歳の時に同窓会の幹事に、なりました。238人ぐらい卒業したんですが、幹事やるんで集まれっつって地元の人を集めたらですね、なんと25人しかいなくてですね、みんなよそに行っちゃってんですね。ですから東京もいいとこでね、いろいろ楽しいこともいっぱいありますけれども、結婚して子供ができるぐらいのタイミングですかね、もう少し早くてもいいんです。U ターンっていうの言ってますけども、東京を捨てるんじゃなくてね、卒業して立派にそこで実績を残して、ふるさとに帰ってきて、もらいたいな、そういう思いをですね、歌にした。今で地方創生、ね、になりましたけども、地方創生っていう前から、もう15年ぐらい、歌っている歌で、ございます。東京卒業を聴いてください。サーファンスの甘子
況ですか。さあ先生、もう早いもんで最後になりますが、はい、そうですね、最後は最後の、はい、歌でございます。これはビートルズの、歌を最後に、これはもう皆さんご存知でしょうね、はい、そうですね、はい、皆さんも一緒にぜひご存知だと思います。ちょっと歌詞が英語なんであれですが、